皆さん、こんにちは、モノモースです。本日は大変興奮するニュースをお届けします。パリオリンピックの男子サッカー予選リーグ初戦で日本代表が南米王者パラグアイを5、0で完勝しました。私たちが応援してきた日本代表の素晴らしいスタートに胸が熱くなりますね。まず、今回の試合で注目すべきポイントは藤田選手やサ子選手、藤尾選手の活躍です。特に藤田選手のプレーは抜群でボールを取られないシンプルなパス回しが目立ちました。これにより、試合の流れを完全にコントロールし、日本の 攻撃を優位に進めることができました初戦の結果としてはこれ以上ないほどの素晴らしい勝利でしたこの勝利は何より早い時間に先制点を取れたことが大きな要因です前半5分という早い段階での先制点はチームに余裕をもたらし試合全体の展開を有利に進めることができました次に個々の選手の評価も欠かせません藤田選手の視野の広さ国語選手の安定感じそして斉藤選手の別格の動きなどチーム全体が非常にうまく機能していました特に注目すべきは退場者が出た後の 日本のプレー10人のパラグアイ相手に圧倒的な支配力を見せつけました。もちろん、反論も理解しています。例えば、指針の判定やイエローカードに対する不満がありました。しかし、それを差し引いても日本のパフォーマンスは完璧でした。今後の試合への期待も高まりますね。次は28日のマリ戦です。この勢いを持続し、次なるステージに進むためにも、全力で応援しましょう。最終的に56年ぶりのメダル獲得を目指して頑張る日本代表に大きな期待を寄せましょう。それでは、本日の動画はここまで ここまでです。チャンネル登録といいねをお願いします。次回もお楽しみに。